京都区に生まれ、山科区で幼少期を過ごす。17歳の時に高校を中退し、単身で東京都練馬区のアパートに移り住む。その後、アルバイトをしながら演劇の世界に入る。20歳の時に劇団、月食歌劇団に入団し、主演俳優として複数の舞台に出演した。テレビや映画にも進出し、出演作としてフジテレビジョンの連続ドラマ、 悪魔のキス、同局の特別番組、美味しんぼ、北野武監督の、そなちねなどがある。20代後半にアルバイトをしていた、ブックオフコーポレーションに入社。その後、店長、関東圏東京のエリアマネージャーを歴任。工業席を上げ MVP に選出される。2002年にブックオフコーポレーションを退社後、サービス業の習得のため疲労の飲食店で働く。 2005年、人材マネジメント会社キューブルーツを設立して、他の研修会社外部登録講師に登録する。研修内容は、クレーム対応、メンタルヘルス、接遇、部下育成、リーダーシップフォロワーシップメンターチューターコーチングなどを実施している。そナチネあるシネマ、ありがとうございます。